カルテには輸血拒否の言葉が残されていました。そうですね、これが心臓手術した時の跡なんですけど、手術を受けるまで8年以上かかりました。当時まだ10歳、思いっきり体を動かして遊びたい、手術ができればかなったはずでした。まあ、輸血の同意書だけはサインできないというふうに最後まで言っていて、子供のために輸血を拒否しなければなりません。教団の内部文書に記された指導の言葉。今年に入ってから最新の改訂部分に関する説明がなされたので、神を本当に第一にして、まあ、子供の命よりも教義を信仰してるんだなっていうふうに思います。信仰の自由と子どもの権利が天秤にかけられています。銃撃事件をきっかけに宗教を信仰する親を持つ子どもたちがその体験を語り始めています。ずっと周りの友達とは家庭環境が違うと感じてきました。直人さん19歳、両親はエホバの証人の厳格な信者でした。エホバの証人の活動をずっと小さい頃から行ってきたっていう感じですね。写真には信者ではない直人さんが教団の活動に参加する日常が映されていました。キリスト教系の宗教団体エホバの証人、1870年代にアメリカで設立され、信者は全世界に860万人余り、日本にも21万人いるといいます。聖書の記述を厳格に守ることが教義の特徴とされ、血を避けなさいなどの言葉に従い輸血を受け入れていません。小学4年生の時、直人さんは心臓に異常が見つかりました。病院のカルテに記録が残されていました。心房中隔欠損症っていうもので、穴の大きさもだいたい2センチぐらいっていう風な説明も受けてて、それによってまあ心臓に負担がかかってるっていうことも書いてありますね。両親と訪れた初めての診察で手術が受けられないと分かります。宗教上の理由から両親の輸血拒否が足かせとなっている。父は輸血に対してはどうしても譲れない。両親は、まあ、エホバの証人で輸血ができないからというふうな理由で、輸血をしない方法の治療を探してほしいというふうに、まあ、お願いしていたんですけど、今のままでは心不全を引き起こす恐れがある。医師も説得を試みます。輸血を使わないという前提だとリスクが上がる。今が手術のベストの時期。しかし両親の意向は固くなでした。心臓の病を抱えたまま10代の大半を過ごしました。まあ、病気で体力がなかったんで、体育の授業はすぐに息が上がりました。長距離を走る時とかはあえて歩くのとほぼ同じぐらいのペースで、周りは僕より体力があって羨ましいなっていう目でずっと見てましたね。
あの時手術をしていれば、みんなと同じように体が成長していったはずなのに。年に一度病院で経過観察を受ける時も、隣には両親がいました。自分の口で輸血拒否の説明をしなさいと、進行しているから輸血をできないっていうその姿勢を医師に見せなさいっていうふうに言われて、実際、医師に説明をするんですけど、言葉が詰まって、自分自身信仰がないので、それを見て両親たちが家に帰ってからしっかりと信仰しているその姿勢を見せなかったっていうことと、無知をされるっていうのが。無知を控える人は子供を憎んでいる、教団の教えといって、直人さんは平手で激しく尻を打たれました。別の元信者からは、電気コードで作った自家製のムチで打たれたとの証言もあります。皮膚も裂けて耳ずばれになるので、座ることやお風呂に入るのが地獄でした。信者の家庭に生まれた子どもたちが声を上げ始めています。日本でエホバの証人が注目されたのは1985年。当時小学5年生の男の子がダンプカーにはねられました。信者だった親が輸血を拒否、出血多量で亡くなりました。聖書の教えに忠実を示されたことを私たちは評価していますし、病院の関係者の方が尊重してくださって、輸血を強行するという手段に出られなかったということをですね、私たちは感謝していますし、それは正しいことだったと思っています。輸血拒否により亡くなった子どもたちは神を第一にしたと称賛されました。親の信仰の自由と子どもの生きる権利、高校生だった妹を亡くした男性から届いた手紙です。母親の信仰によって追い詰められていく様子が綴られていました。物心ついた時には私も妹も弟も母についていき、伝道活動にも定期的に参加していました。母は父の家族サービスの予定や願いよりも、司会者や長老に従って何よりも宗教活動を優先していました。それもあってか、私が5歳の頃に両親は離婚しています。エホバに嫌われたら滅ぼされる、母親の脅迫観念が子供たちの心を蝕んでいったといいます。妹も精神的にかなり危険な状態だったようで、通院していることや自傷行為もやめられない状態であったことは、友人から聞かされて初めて知ったくらいで、そんなことにも家族の誰一人気がつかないくらい気持ちがバラバラな家族でした。母親の精神的な不安定さは、自分が生まれたせいだと思っていることは話してくれました。自分がいなくなることで、母を楽にしてやれる、という考えに取りつかれているようでした。その日は突然やってきました。男性が寄り添うことで、友人と外出できるまで回復していた妹は、帰宅すると過呼吸に襲われました。妹の感情が落ち着くまで話を聞きながら横になっていました。妹が寝る前に眠ってしまいました。直後に妹は5階の窓から飛び降りてしまったらしく、音を聞いた弟から叩き起こされて気づきました。地面に倒れた妹に意識はなく、
苦しそうな荒い息が聞こえていました。医師によると、一刻も早くメスを入れて縫合し、輸血すれば助かる可能性はある。いずれにしても、輸血は必要だろうという話でした。命が尽きようとしている妹を前に、母親は競技を優先しました。母は輸血は絶対にダメだと言っていました。もし死んでも復活できるから永遠に一緒にいられる。今も母はそう思っていると思います。二世として育てられてきているので、輸血はダメなこととしか思っていませんでした。こっそりサインすることも考えましたが、長老たち数人が取り囲む中、あの場でずっと守ってきた宗教の決まりを破ることはできませんでした。それから何分後か何時間後かは忘れましたが、その日のうちに妹は息を引き取りました。妹は当時17歳、私は22歳。今から13年前のことです。エホバの証人が信じていることを否定しようという気はありません。自分の意思で、自分の責任で一生懸命生きていく方が健全だ。私はそういう結論に至りました。信者と向き合う医療現場も葛藤を抱えてきました。診察した2歳の女の子は小児がんでした。抗がん剤治療は副作用により骨髄の中で血液が作られにくくなるため、どうしても輸血が必要でした。2歳の子供が輸血を嫌だって言ってるんじゃなくて、お母さんが嫌だって言ってるわけでしょ。本人はエホバの証人を信仰してるんですかって聞いたんだけど、そういうわけじゃないけど、この子の幸せは私が一番考えてるってわけですね。治療ができず病院を後にした女の子は、翌年になって戻ってきました。最後の看取りのためでした。人の心の中にある信仰の心を他人が勝手に手を突っ込んで変えることってのはやっぱりできませんから、そう言われたらもうどうにもならないかなっていうふうに思いましたね。それは非常に苦しかったです。輸血拒否は長年にわたって医療現場の足かせとなってきたといいます。国内だけではなく海外でも信者と医療機関は裁判などで争ってきました。日本では2012年、親が輸血を拒否した場合、医療機関が児童相談所に通告し、申し立てを受けた裁判所が親権停止を認めれば子どもに輸血ができるようになりました。しかしこの制度について松永医師は、時間が限られる救急医療を中心に機能しないケースがあると訴えます。想定しているのはその1回の輸血、その一瞬の時だけ親の親権を停止して代理の人に許可を得るって形だと思うんですけど、治療が抗がん剤治療が1年続く時に1年間他の人に親権を預かってもらうっていうのは相当無理があるかなと思うんですね。頻繁に胸の痛みを感じるようになっていた直人さんは、18歳を迎えた2021年12月、自らの権利で手術を受けました。心臓の病が発覚してから8年が経っていました。最後まで
同意書へのサインを拒んだ親の代わりに、医師の説明に同席した看護師が署名をしました。この親は神を本当に第一にして、子供の命よりも教義を信仰してるんだなっていうふうに思ってます。2022年12月、厚生労働省は宗教を背景とした児童虐待のガイドラインを初めて示しました。医師が必要と判断した輸血などを親が受けさせないことはネグレクトに当たると明記したのです。方針をお示しをし、その準備を進めてまいりました。しかし現在も教団が信者に子どもへの輸血拒否を指導していることが分かりました。エホバの証人の現役幹部が指導の実態を明かしました。これがいわゆる長老たちがアクセスする教団側のプラットフォームになります。サイトには長老と呼ばれる幹部しかアクセスできない場所があります。ログインをすることで教団からの指示が書かれたページにアクセスすることができます。 S55 と呼ばれる内部文書です。タイトルには子供を血の誤用から守ると記されています。子供のために輸血を拒否しなければなりません。親は決して確信を弱めてはなりません。輸血拒否の際、裁判所が親権停止を命じ、輸血を行う制度への対応についても記載があります。エホバの証人ではアメリカにある世界本部から指示が出され、日本支部に伝えられます。その後全国の信者に周知されるといいます。もともとは英語でアメリカの本部が出したものを日本支部が受け取って、末端の各回収に送られてきて指示が徹底されるという、信者たちに述べる言葉というのは、神様に忠誠を誓って亡くなった人たちはエホバの証人の教義では将来神様がもう一度復活させて生き返らせてくれるという、輸血を拒否して亡くなった方が将来にまだ希望を残すことができる。幹部は厚労省が宗教虐待に関するガイドラインを公表した後も指導は続いていると語ります。今年に入ってから最新の改訂部分に関する説明がなされたので、まさに最新のものとして取り扱っているという理解で間違いありません。この指導を今年になって受けた幼い子供を持つ信者です。親の責任で輸血を拒否させるということを言われたときに、それもちょっと違うんじゃないかなって感じましたね。自身は信仰を貫いたとしても、幼い我が子はその対象ではないと考えています。大人っていうのは宗教的な理由を理解して決定する能力があると思うので、信教の自由もありますし、自由だと思うんですけども、子供というのはそもそもそういうことを認識する能力が、特に未就学児とかはないわけですよね。そういった子供に親が強制的に輸血を拒否させるっていうことは殺人と同じなんではないかなと私は思うんですよ。輸血拒否の指導について教団の日本支部が取材に応じました。輸血を拒否するよう誰かに強制することはありません。聖書の教えに従うように進めることと強制することとは全く異なります。エホバの証人は輸血やその他の治療法を受け入れるかどうかは各人の個人的な決定であると考えており、強制されたり圧力を受けたりして決めることではないと教えています。
子ども自身が自己決定をすることができないため、親が子どもの代わりに医療上の決定をする必要があります。その場合、親は自分の信念に従って決定をします。医療上の選択を自由に行いたいと考えているなら、その人はエホバの証人の宗教信条を受け入れていないので、エホバの証人になることはできませんし、自分個人の決定と行動によりエホバの証人をやめるという意思を示すことも可能です。しかし、輸血や脱会を選んだ信者は、家族であっても交流を断たれる忌避の対象になるといいます。無視をされ、一生会えなくなった人もいます。血の問題で妥協すれば排斥処分になる可能性が高いので、身動きが取れない。特に家族全員が信者とかであれば、その家族との関係も断たなきゃいけないので、それって本当に辛いことじゃないですか。自分が排斥処分されて村八分のような扱いを受けようが、家族から見捨てられようが、子供を守ることが私の義務だと思ってるので、本当にその状況になれば子供には輸血させると思います。直人さんの手術は輸血をせずに終わりました。しかし、競技に縛られ失った時間はもう戻ってこないと感じています。本日はよろしくお願いします。エホバの証人の2世らを支援している弁護団です。4月、直人さんが相談に訪れました。僕自身はずっと納得できないまま10年ぐらい来たので、その輸血拒否とかっていうことも本来自分には関係ないんだけどっていう話を親がいない席では伝えたことはありました、はい、治療できるなら、輸血してでもいいので、すぐにしたいっていうふうに毎年伝えて、もっと早くできてれば、より幅広く体の状態もよくできてたっていうところになるんでしょうね。子供思いなところはあって、ちょっと風邪ひいただけでいろいろ薬買ってくるとか、そういう面もあったんですけど、この治療に関しては輸血っていうその一つの引っかかりだけで、一応子供の命も大事なのかもしれないけど、それでも一つの競技のその一つだけで全部が崩されて、正直許せない気持ちの方がもちろん大きいし、許すつもりもないですけど、冷静に考えてみると、本当に宗教さえなければ子供思いな面は確かに感じてはいるなっていうところはあったんですけど、エホバの証人の家庭で育った田中弁護士、カルテのある部分に目を留めました。あと別にエホバの証人の奉仕者って書いてあるんだけど、はい、これってつまり家族じゃない、あのエホバの証人の人が誰か一緒にいたっていうことなんですかね。そうですね、輸血拒否に関してとか、エホバの証人に関しての説明を代わりにする外部から来た担当の人がいて、その人も最初は同行してました、ね、なるほど。病院まで幹部が同行し、医師に輸血をしないよう求めたといいます。医療機関連絡委員会と呼ばれる担当でした。かつてその役目を担っていた男性です。神奈川県を中心に輸血をしない治療が選択できる病院の情報を提供していました。輸血なしで手術してもらいましたと、そういうレポートが私たちに上がってくるんですね。輸血の問題で困った時には、そういう病院を紹介してましたね。紹介を受ける信者は年間120人に上り、子どもも数人いたといいます。一日も早く手術しなければ命が危ないと。最初の病院で断られ、2件目はダメで、3件目で初めて受け入れてくださる手はずになりました。受け入れ先が決まらず、命に危険が迫る場面を目の当たりにしてきました。
今でも出産間近だった女性信者のことを忘れることができません。輸血はしたくないという意思を病院側も認めておられたんで、そのまま出血して意識を失われて、医師たちも何もできず、母子ともに亡くなる。輸血なしでって言われたら、覚悟を持ってしてくださるお医者さんっていうのはなかなかいらっしゃらなかった。今日はいっぱいだから入れませんって言われたら、もうそこでアウト。弁護団のもとには輸血拒否によって死亡した子どもなどの情報が集まり始めています。今こういった事例が山ほどあるのであろうから、こういった事例があった場合に周りの大人とかがもうこれはもう明確にその法に反する医療ネグレクトなんだってことを認識した上で、外部からの助け、そういったものが必要だってことをなんかものすごい痛感します。弁護団は輸血拒否などの教義について子どもの命に関わる重大な問題として虐待にあたると国に通告しました。これを受け厚労省は教団の幹部ら4人と面会、輸血拒否や忌避は虐待にあたると説明し、そうした行為を容認していないと信者に周知するよう要望しました。教団からは検討したいとの回答があったといいます。こちらの方は教団から の2世らも法整備を求める声を上げ、国は実態調査を始めることを決めました。輸血拒否の状況も含めた宗教が関係する児童虐待の実態を把握することを今後行っていきたいと考えております。宗教の活動に関わることでの外出しかなかったので、正直羨ましいのかもわからないですね。自分が経験してこなかったので、実際ただ家族で仲良く遊びに出かけるっていう感覚がわからないので、家族のぬくもりをずっと探していたといいます。苦しみを打ち明けられず抱え続けてきました。だからこそ強く願うこと、せめてでも同じような境遇の子どもたちだけでも救えればなって思ってますね。外には助けがあるっていうことだけでも知ってくれる子どもたちがいれば、それは大きな支えにはなると思うので、自分の親以外の大人たちが助けてくれるっていうことさえ分かれば、少しでも、精神的にも助けにはあるかなと思ってはいますね。